はい、どうも、池村チャンネル弟のカイトです。皆さん、こんにちは。こんばんは。今日は、一人です。はい。お兄ちゃんが、ちょっと、仕事で、欠席でございます。すみません。なんで、僕一人で今日は、動画を、YouTube を撮っていきたいと思ってます。はい。やりにくい。どうしたらいい？一人嫌やな。お兄ちゃんおらな。はい、もう、はい。一人でやるって決めたんで、ちょっと、一人で、ちょっとやっていきたいと思います。今日の企画というか、まあ、前回の試合の感想を、ライブでやらせてもらった試合の感想を言っていきたいなと思います。何かな？いつもやったお兄ちゃんが聞いてくれて、なんか、試合の感想とか、試合の前とかも話したりするけど、一人やからな、何話したらいいやろ。まあ、試合の、自分の中での率直な感想としては、まあ、倒せなかったし、自分の中では、まあ、記者会見とか、一夜明け会見も見てもらった人はわかると思うんですけど、まあ、その時にも言った通り、全然、何一つ納得のいってない試合でですねっていう感想です。試合内容としてはまあ圧倒的に試合をして勝てたものの、自分が求めてたよりもやし、皆さんが求めてたよりもちょっと期待を外した試合をしたかなって思ってるし、もっと、もう皆さんが思ってるよりも、その期待よりも上を超えるような試合をしたかったんですけど、まあ、中島選手の熱い気持ちと、はい、まあ自分の、ね、攻撃の甘さというか、詰めの甘さが、ちょっと、試合に出ちゃったかなと思ってます。なんで、まあ、今後、まあ世界と自分は対戦していくつもりやし、まあもう実際日本人に敵はいてないし、今回みたいに中島選手みたいに熱い選手もまあなかなかいないんで、はい、ことごとくいろんな人に試合は断られちゃってるんで、まあもう日本人は自分も興味ないし、国内で敵はもういないんで、世界に向けて自分は調整していくつもりです。はい。なんで、まああんな試合してたら全然あかんと思うし、なんで今後はもっともっとあの試合で見つけれた改善点を改善していって、もっともっと強くなったかいと皆さんにお見せできると思います。はい。自分の感想としてはそんな感じです。まあ、よかった。唯一良かったところとしては、まあ、オーソドックスもサウスポーももうちょっとチェンジして試合を運べたっていうのは、前回の試合よりは、今回のそのライズでさせてもらった試合の方がしっくり、オーソドックスもサウスポーもしっくりきたんで、まあそういうところは、ちょっと成長したというか、自分の中でしっくりくるような試合をできたのかなと思ってます。はい。今後もオーソドックスもサウスポーも両方もっともっと仕上げていって、両方で倒せる、そんな選手になろうと思ってます。なんで、今後も皆さんには期待してもらいたいし、その期待を超えていく、いきます、絶対に。はい。んで、世界にも挑戦していって、70キロで世界一になります。よし。ちょっとお兄ちゃんがいないんで、面白い部分が全然ないとは思うんですけど、格闘家カイトの今回は動画になったんじゃないかなと思います。あ、それと、まあもう、久々に大阪で試合できて、本当にいつも東京ばっかりで、まあ試合も見に来れてない人たちがいっぱいいてて、まあ地元の友達もそうやし、スポンサーの人たちもそうやし、親戚の方もそうやし、まあ全員が全員来れたわけではないんですけど、まあそれでも、もう自分が思ってたよりも、もうたくさんの人が来てくれて、本当に嬉しかったです。はい、ほんまに感謝してるし、ほんまに嬉しい気持ちでいっぱいです。本当に皆さんありがとうございます。
はい、皆さんに勝てた姿を見せれたのも本当に嬉しかったです。また機会があれば、まあ東京、今後東京になっていくとは思うんですけど、はい、そんな時また機会があればぜひ東京にも見に来ていただきたいなと思ってるし、はい、もっともっと強くなっていくんで、今後はそこもまた皆さんに見ていただけたらなと思っております。大阪の皆さん本当に良かったです。暑かったです。ありがとうございました。はい、こんな感じで終わろうと思います。よし。真面目な感じになってしまったんですけど、まあ今日はお兄ちゃんもいないんで、こんな感じで終わろうかな。終わります。もう早く終わりたい。一人やから。いやいや。一人や。では、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、頑張って、一人で。では、さよなら、バイビー。